ゆうねいです。またしてもアリの大行列、近づいてみましょう。なんかアリが固まっているところがありますね。まあこれはこの私が彼らに与えた昆虫ゼリー。まあこういうね、移動中にこうした餌に出会えるなんて、まあアリたちからしてみれば相当な幸運のはず。まあ、ちなみに今足元は踏まないようにしてますよ、なるべくね。なんかここだと黒山アリが四面楚歌にあっている。ちょっとこれ脱出不可能かな、手で貸してやろうか。あ、大丈夫だ。つってもこれはまあでも逃げ切るでしょ、ございましょう。うん、まあこういうね、列で移動する先に餌があればいいんですけども、多分そうしたことってなかなかないはず。なので繭を運んでるアリがいる。なんでまあね、こんなね、うまい具合に、あれどこだ、餌と巡り合えるってこと自体がまあ彼らにとっては奇跡みたいなもんだと思うんで、まあね、アリからありがとうなんていうね、まあダジャレみたいなことは言われませんけども、まあそれなりにね、感謝してほしいものですね。うわ、これすごい光景だな。なんかゴマで作った団子みたい。これも閲覧注意にしときますね。うん、まあね、まあでもね、移動中もやっぱりまあごく少数が餌集めのために散ってて、まあ、なんで多分この行列のね、アリたちが飢えるなんてことは多分ないんでございましょうけども、まあね、まあ、こんだけゼリーを与えればもう相当な蓄えになるでございましょう。まあさっきありがとうなんて、まあ、ダジャレみたいなセリフをね言いましたが、ちょっとありがた迷惑なこともしてまして、はい、ここですね、見事に行列を塞いでしまっています。ごめんなさいね、アリさんたち。まあこうなってしまったのはね、もう完全に私の落ち度なのでございますけどもね。まあこんな感じでね、ゼリーを無視して歩いていくアリたちもいるではございませんか。まあ基本このアリたちの役割っていうのは多分、まあ行った先をね整備するアリたちなんでございますよ。だからまあ餌集めをね任務とはしてないのでございます。まあなのにこんなところに餌が来ると、まあ誰かが餌があるぞっていうのをね、まあ餌採集班にね、まあ多分伝えるのでございましょう。まあそうなってくると、もうここにいる餌採集班と、もうこの普通の作業班がねぶつかって、もうえらいことになるのでございますよ、この構図。まあ、なんで本当だったらこうつながってたんですけども、もうここ、こう大回りする形でね、もう移動するようになってしまいました。本当に申し訳ない。はい、じゃあまあ最後はアリたち、このグロテスクなやつのドアップで締めましょう。それではまた。うん、ものすごい。